僕個人の意見を左足の前って言いますよね、はい、まずこれもう僕の中ではもう論外、論外、はい、エラーしたらいいんです、はい、早めに。でどうしたら負けないようになるかってことを大きくなるにせよ自分たちで覚えないといけない、うん、ボール置いて置いて置いて足でこうやっていったらもうトップがこうやってよっしゃ、いくぞ、はい、お願いします。はい、じゃん、はい、来い。わー、いい、あ、うまい、わー、うまい、うまい、マジでうまい。本当ですか？はい、来い、はいよ、うまい、うまい、ナイス、うまいやこんにちは。今回は川崎宗則選手と西岡剛選手をお招きして実戦を交えながらお二人の守備理論について語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。キャッチボールの中で大事にした方がいいものっていうのはお二人の中で一番大事にした方がいいこと？キャッチボールは、はい、まず投げるときはもうきっちりとこの縫い目をかけて、うん、この回転をきれいに投げる、はい、このフォーシームできれいに投げれる、うんうんうん、まずそこは基礎だから、うんうん、取ることとかは、はい、まあ、あの肩をぬくめるためのそうだ、ね、ウォーミングアップだから、うんうん、そんなに難しく考えなくていい。ああ、じゃあ握りと回転だけ。そう、回転で、あ、この角度でいったらちょっとシュート回転したなとか、うんうん、あ、この回転でいったら綺麗な回転いったなとかいうのを自分の中で掴んでいくことだから、はい、強く投げることだけが練習じゃなくて、うんうん、これ今 10m でしょ、はい、このキャッチボールが一番大事。もう 10m のキャッチボールが一番大事、うんうん、このキャッチボールをまずしていく、うんうん、肩肘も壊れないしこの距離だったら、はいはい、まずそこをケアして、うん、ちゃんとこのボールの回転を意識してほしい。ボールの回転を意識、はい、ボールの回転を、あ、引っかかった、すいません。いや、いや、回転を意識。このピッチャーだったらここからこうやって掘ってくるか、俺はピッチャーじゃないから、はい、野手はもうここから取ったらこのボールに向かってそのまま掘るだけで回転つけれるから。ボールに取ったボールを、ボールを引くんじゃなくて、はい、ボールここ置いててボールを置いたままここからこう持ってきたらそのまま掘れるんですよ。なるほど。ボールをあるところに持っていくって感じですか？そう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 。そしたら野手って取ったら足を運んでいかないとスローイングできないんですよ、はい、でみんなスローイングってこの肘の位置とか、はい、肩がこういう風にしないといけないとかそこにみんなフォーカスするけどその前に土台の下半身がしっかり動かないとまずここのトップが作れない、はい、そのトップ作るためにボールはここ置いててボールのところにこの足を持っていって投げていったらすごく楽になる。あ、こういうこと か、 だから僕らもすごいノックしててここにボールを置いたらこのままこのまま引いて足を引っ張ってくるんですよ。取ったらここに置いといてこういう。そうそうそう。すごい。すごい。仕上がりました。すごい。はい、これもう完璧です。ありがとうございました。なるほど。でも確かにみんな取ったら子供って少年野球とかでも私も教わったのが取ったら胸に持ってこいって。そう。胸に持ってきてここに持ってきなさい、はい、とか言うでしょ。じゃなくてここに持ってきたらここからじゃあ次どうすんの？どうやって掘るの？はい。じゃなくてこのボールのところにボール置いたままでの。ボールを置いて置いて置いて足でこうやっていったらもうトップがこうやって作れるから。それちょっと分かりやすいです。はい、取ったらここ置いといて足持ってってこう、こういうこと。おーい、これちなみにこれは今のあの300円かかりますか？300円、はい、今の教えるのはもう300円。300円でいいんですか？はい、300円いただきますか。よっしゃ、いくぞ。はい、お願いします。はい、じゃん、はい、来い。わー、いい、あ、うまい。わー、うまい、うまい、マジでうまい。本当ですか？はい、来い、あよ、うまい、うまい、めっちゃうまいやん。グッジョブ、ラスト、ラスト、グッジョブ。リラックス、めリラックス、めリラックス。あ、うまい。あー、ラボーイ、うまい、素晴らしい、パーフェクト。あー、ありました。パーフェクト、パーフェクトガールズ。はい、素晴らしい。ありがとうございます。めっちゃうまい。グッジョブ、グッジョブ。なんか一気にうまくなった、急に。はい、はい、はい、皆さん、このチャンネルを見ながら、いや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 、補給姿勢、その取るときによく今よくあるのはこう子供たちは左足の前で取りなさいとかあるじゃないですか。足をじゃあ半歩一歩前にやんなさいとかっていうのがあると思うんですけど、その補給姿勢っていうのはどの形が一番理想とかあったりします？補給姿勢というのは、はい、取ればまずいいんです、はい、結果論ね。どんな取り方、右足が前左足が前って
特に僕個人の意見を左足の前って言いますよね、はい、まずこれもう僕の中ではもう論外、論外。ここの左足の前で取るときにシングルキャッチならまだいい、はい、でもこれ両手でいくと、はい、これ右手、右肩が向こうから来るのに右肩がかぶるわけでしょ。はい、かぶります。こう取って次スローイングするのにまたこっちに持ってこないといけない、でブレが出るんですよ、はいはい、特にゲッツーの時もそうだし、みんな両手取れ両手で取れって言えるでしょ、うん、この正面は両手で取って OK、 でもここのボールをゲッツーの時にこれ両手で取りに行ったら、これ次スローイングあるから、はい、こっからスローイングでまた持ってこないといけない、はい、それだったらここはもうシングルで行って、はい、シングルでこっからそのままボールをスローイングできると、はい、の方がスムーズです、めちゃくちゃ、うんうん、みんなだから両手両手にこだわりすぎで、はい、この逆シングルもそうだし、はい、体の横で取るなってよく少年の回り込んでこうやって止めろと、うん、でもそっからショートがファーストに掘ってもセーフなの、はい、じゃあ何がトライできるのかって言ったらもう逆シングルでこのまま取ってそのまま一発でバチンって投げるのがもう勝負できる、うん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 、でもミスした時の見栄えがあまり良くないから、日本人はそれでも正面に回って体で止めなさい、うんうん、はい、それはもう野球じゃない、うんうんうん、それはボール止めるスポーツだから、はい、野球はそういうなんじゃなくてアウトを取りに行くスポーツだから、うん、はい、だから特に逆シングルとかはこれ横で取ってるんですよ、はい、ね、でもこの胸をこのグローブの方向けたらこれ正面だから、はい、だから逆シングルとかこのシングルで取るときはこう取るんじゃなくて胸を向けてあげれば正面で取ってるのと一緒だから、なるほど、はい、こっちも一緒、はい、こっちもこれは逆もう何横で取ってる、はい、でもこれを胸を向けてあげたら正面で取ってそのまま掘れるから、うん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 、だから逆シングルは体の横で取ってるんじゃないよっていうのをもっと教えてほしいですね、はい、うん、はい、トライさせるべきですね、うん、今言われた通り、まあ、うん、エラーをすることっていうことじゃなくてアウトを取りに行く練習をしていくこと、うん、子供たちはどうしても手もちっちゃいし、あのグラブ持つグラブも重いんですよ、子供たちにとっては、はい、負けてしまうことがあるんですよ、はい、でも負けさせていいです、負けさせていい、負けさせていい、はい、エラーしたらいいんです、はい、早めに、うん、でどうしたら負けないようになるかってことを大きくなるにつれ、自分たちで中学校高校ぐらいでもうちょっとなって筋トレするかもしれない、うん、そういうことを自分たちで覚えないといけない、うん、それをアウトをわざわざ取らせれるような守備ばっかりするからつまんないよ、こう大きくなっても、うん、高校生になってもこんなことするから、やっぱもう高校生ぐらいになったらもうこんなんできるんですよ、バッコンできるんだから、うん、そういうのも小学校の時はできなかったけどなぐらいの、自転車も乗れなかったけど乗れるようになるような感じでトライさせてあげないといけないっていう、そう思います。でやっぱそういうなんだ止めることだけをやったところではこう子供成長を妨げてるというか可能性を積んじゃってることになっちゃうから、うん、繋がるかもう全然ただ大きくなっていって、はい、ツーアウトランナー二塁とか状況によっては止めに行かないといけない、はいはい、ここは勝負しに行くところ、それは状況判断、うん、でも小さい時にそんなことを考える必要がない、それはもう今からそれを経験積んで、うんうん、そこでミスして二塁ランナーいて弾いたから、うん、あ1点入ってしまった、うん、そこで初めて あの時は正面にこうボールを止めに行く方に回った方が良かったんだなというふうに感じれるから、うんうんうん、なんか難しく伝えすぎ、うん、もっとなんか単純に来た球を取ればいい、そして投げる、うん、投げるだけでいい、うんうん、なるほど。プロ野球で出てる選手はみんな上手いです、僕らが今見てもあすごい選手だなと思うし、はい、うまい、どの選手も NPB にめちゃくちゃ上手い、今登録されてる選手たちは僕らが見てもあやっぱプロの選手は上手いなって思います、うん、誰がっていうのがあんまりないですね、はい、うん、全員上手い、全員2軍の選手も踏まえて、うん、最高です、2軍もぜひ試合見に行ってください、はい、3軍もめちゃくちゃ二遊間ほんと上手いですからぜひ見てほしいと思う、うんうん、はい、BC もめちゃくちゃいい選手いるで、本当にたくさんいますんで、みんなうまいですよ、はい、行くぞー、はい、ジャパニーズスタイル、はい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 、ナイスプレー、ナイスプレー、はい、はい、戻ってー、はい、はい、はい、うまい、はい、ナイスプレー、はい、はい、あと2本、ラスト2本、よっしゃー、ラストラスト、はい、最後逆シングル、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 逆シングル見してみ、逆シングル見してみ、うまい、おー、うまい、うわー、ありがとうございます、ありがとうございます。
難しかったです。はい、ありがとうございました。いやもうどうしよう、完全に私の自己満になってしまいましたけれども、はい、いいと思います。野球は自己満だ。ありがとうございます。ということで今回は川崎宗則選手と西岡剛選手をお招きして、お二人の守備理論、そして私の自己満をやらせていただきました。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。そしてこんなこと聞きたいなどありましたら、ぜひコメント欄までお待ちしております。それではお二人本当にありがとうございました。ありがとうございました。大前